妹よ、今日は元気に、ライトボウガンの紹介をしていこうか。わかったよ、姉ちゃん。それで今日は、どのライトボウガンの紹介をするの？うむ。今回紹介したいのはこの子、百竜ライトボウガンだよ。今動画内で制作中のやつだね。確か百竜ライトボウガンは、百竜夜行の難しいのをクリアしないと作れないんだよね。うむ。しかもその性能はユニークそのもの。まず、基本ステータスはすごく弱いよ。弾は通常弾1から3と、捕獲用麻酔弾しか使えないし、ブレ台、反動中、リロードやや遅いと、本当にいいところなしだよ。あわう。それって、ダメダメに聞こえるんだけど。でも、ここからが百竜ライトボウガンのすごいところで、なんと百竜スキルを5個もつけれて、それによって撃てる弾を自在にカスタマイズできちゃうんだよね。それは本当にすごいね、お姉ちゃん。もしかして、貫通弾に特化させれば、最強の貫通ライトボウガンを作れちゃうかも？うむ。そう思って作ってみたんだけど、それが、なんともすごく微妙なものにしかならなかったよ。あわう。まず、動画を見てもらえばわかるんだけど、5個のスロットには、それぞれつけれるスキルが決まってるんだよね。で、それ自体はそこまで問題じゃないんだけど、つけれる効果のレベルが低いよ。まず一番上のスロット、攻撃や会心がつけれるんだけど、レベル2止まりなんだよね。ちなみに私の今愛用装備のナルガライトボウガンさんは、攻撃3がつけれるし、武器によっては会心4をつけれるのもあったよ。せっかくの百竜ライトボウガンなんだから、もっとレベル高いのを装備できてもいいのにね。うむ。そして2個目のスロットはまあいいとして、今見えてる3個目が問題だよ。貫通を打てるようにできてもレベル1が4発、レベル2が3発って、ちょっと弱くないですか？あわう。でも本当だね、お姉ちゃん。それで4個目のスキルは、属性弾か状態異常弾を選べるね。正直この枠いらないから、貫通弾増加をもう1個つけたいよ。あわう。でも、貫通属性弾が選べないのは、ちょっとあれだね。そして最後、5個目のスロットなんだけど、5個目のスロットでは速射が選べるね。これはいいね、お姉ちゃん。ここでレベル3貫通弾を速射にできたら、評価が一気に化けたかもだけど、あくまでもレベル1と2だけなんだよね。そして、とりあえず会心特化にした百竜ライトボウガンと、私の愛用品のナルガさんを比べると、こんな感じだよ。会心特化の百竜スキルを選んだのに、ナルガさんより会心低いね、お姉ちゃん。うむ。というかいいところ一個もなしなんだよね。あわう。次に装填できる弾の比較なんだけど、これもナルガさんの方が貫通弾の相談数が多いんだよね。これは、すごく弱い気がしちゃうね、お姉ちゃん。うむ。貫通じゃなくて他の速射ならいける可能性はあるけど、正直基礎性能が微妙だから、どうやっても微妙な感じになりそうなんだよね。まあでも、百竜武器は色を変えれたり、普通の武器より手の込んだ作りなのは間違いないから、アップデで大幅なテコ入れが来る、はずだよ。あわう。でもそれにしか希望はないよね、お姉ちゃん。うむ。というわけで今日はここまで。ご視聴ありがとうございました。